思ったよりでかいぞ、オーク。なんだかとってもよろしくない場面に遭遇したような。あの身なりからするとどこかいいところのお嬢様とお付きの侍女というところか。この先の展開なぞ火を見るより明らかか。どちらを助太刀するかも確定的に明らかだが、相手は人間。モンスターを相手にするのとはわけが違う。狩りというよりいわば PVP だな。離して！リタ！人数差は歴然。 PVP では人数差がついた場合、少数側はまず勝てないと言っていい。お嬢様、なんでお嬢様。うわ、こいつ漏らしやがった。やめて。あ、どんどん状況が。あなたたち、こんなことしてどうなるか分かって。おめえは自分の心配でもしてな。すぐあっちのお嬢ちゃんと一緒に気持ちよくしてやるからよ。大丈夫、いけるはず。こちらの装備は全身神話級だ。やめてください。なんだ急に暗く。大事ないか。助けていただき感謝します。こちらはルビエルテ家のローレン・ラーライア・ドゥ・ルビエルテ様。私は侍女のリタ。ああ、いや別に大したことはして。あのあなた様のそのいでたち、いずこの主にお仕えする騎士様にございますか。ゲームでのロールプレイの設定は、聖騎士の資格を得ながらも悪しき呪いをかけられ、それを解く方法を探して各地を放浪する騎士だったが、うん、コホン、話は後だ。まずはお召し会をなされるといい。我は賊の後始末をしておこう。あ、はい、ありがとうございます。さあお嬢様、参りましょう。さてと、盗賊とはいえ遺体をそのままにしておくのは忍びない。せめて野花の肥料になるがいい。ファイヤー。初めて人を殺めたというのに罪悪感というのは不思議とないもんだな。奴らが悪人だからか。あれは賊の馬だな。知らん。よし、今ならこちらを見ていない。賊のお宝根こそぎいただこう。これでよし、当面の生活費も大丈夫だろう。あの、あ、うむ。
落ち着かれたようだな、お二人とも。危ないところを救いいただきありがとうございました。うん、こたびは災難であったな。気休めしか言えぬが、あなたたちが無事で何よりだ。ともあれ、これで町に帰ってあの高層焼きにありつけそうだ。我々はこれよりルビエル邸と参ります。もしよろしければ。うん、キッス様、改めてこたびのこと誠に感謝の念に堪えません。何、礼には及ばぬ。偶然近くを通りかかったまでのこと。何、すっごい見てくる。キッス様、まだ我らはお名前を伺っておりません。我は流浪の旅人、名をアークと申す。こうして騎士アークが目立たず過ごす第一歩を踏み出したのだった。それにしても腹減ったな。三匹だ。傭兵証は発行されるか。ああ、発行されるが、まさか半日で三匹一気に持ってくるとは。騎士様、おめでとう。こっちで一杯やるかい。ああ、いや、ありがたい話だが、今回は遠慮させていただこう。あれ、あんた、オークから魔石取り忘れてるぜ。うん、魔石？魔獣を倒したら魔石を取り忘れちゃいけないぜ。魔石は魔道具や武器にも加工できるからな。それとこれがあんたの傭兵証だ。おお、助かる。依頼を探すときはあそこの掲示板から探すといい。まあそこに張り出されるのは小さな仕事ばかりだから、本格的にでかい仕事をしたいんなら傭兵団に入るんだな。よし、これで準備は整った。そうとなったら。オカミ、宿泊だ。食事は部屋に持ってきてくれ。大至急だ。あいよ。うまい、実にうまい。これまでに食べたことない味と香り。待たされた分だけ余計にうまい。少しぬるいがこのエールもうまい、実にフルーティー。オークから採取した魔石か、綺麗だ。どうにかクエストをこなして飯にもありつけた。間違いなくこれはゲームではなく現実、異世界。まだまだ試したいスキルもあるし、まだ見ぬファンタジーとも出会いたい。明日からのクエストが楽しみだ。